ジェンダーレス、エイジレス、体ボンレス、グラリオサ男です。わいざいまー。はい、ということで今回も、リモートの豪華ゲストとのコラボ会になるんですが、この一つ前の動画でね、最強パレパレードを踊らせていただきまして、総合大変でしたけども、その、依頼を、私にくださったこちらのゲストの方、再び登場してもらいましょう。どうぞ。平野あやちゃんです。平野です。踊らせていただきましたよ。ありがとう、たこちゃん。もうね、さすがすぎて。なんかね、パレパレードはね、ハレハレと違って、やっぱ年季入ってる感じした。年季入ってるじゃない。勢いと、やっぱ全力感が、またちょっと別格のものがあって、素晴らしかったと思ったんですよ。その前回の、ハレハレの、反省点としては、こう、覚えたことを、こう、っていう、なんかこう、しっかりと踊るっていうことの方が強かったから、今回は、それより全力っていう方を意識して、やったんで。全力感半端なかった。いや、もうね、本当に、筋肉痛半端ないよ、あれ。あれさ、私すっごい苦手なところがあるんですけど、おいやもう全然腕こうやって回すのも上がんないし、おうなんか足もついてかんしで、すごい大変なんですよ。利き腕と反対の方向の回すのって難しいよね。すごいわかるそれ。なんか今前出してんのかな、後ろ出してんのかなっていう。そうなの、私肩甲骨こんな固まってたんだってすごいわかる。それわかる。まあまず動画の方一緒に見てもらって、その後のまたそこでちょっと細かくいっていきましょうか。そうしましょう、そうしましょう。はい。せーの。せーの。いや、やっぱその、すごいね、あやちゃんのキレが。いや、なんか、もうこれが始まる瞬間の塚地さんの顔しか見てなかった、私。自分より、あ、塚地さんって言っちゃった、男です。私は塚地じゃないからね。あ、なんか、俺が知ってたもん、さっきから。なんかもうね、この動画、始まる瞬間まですごいマジで、なんかマジ顔してて、で、なんかあのダースレーダーみたいにスコーン、うん、そう、スコーン、スコーンって音入ってたんですよ。こんな息荒く始まるんかいと思ってた。そうそう、始まった瞬間にこの絵が余白気味のをね、送ったのよね。そしたらその始まりがね、フーフー言ってるから。確かにすごいじゃない。でもこの肩が好きで、私。いや、このね、肩のこともいろいろ言いたいのよ。これ、かっこいい。やばいやばい。いや、でもすごい頑張ってるよ、私。これ、このダンスはやっぱり。これ、どのぐらいかかりました？これ、でも、もう練習だけでももうほぼ丸一日、もう空いてる時間を費やして、はい、それで、本ちゃんに関して言えば、もう、テイク20ぐらいいったんじゃないかな。なんかこう、終わった。完璧だったっていう時に、キャップかぶってなかったの。なんかこう、わしの中でのコンセプトとしては、まあ、キャップかぶってるっていうことを大事としてるのよ、勝手に。だから、うん、大事大事。しなーってなって、で、そっからまたなんかミスったりなんだかんだがあってのテイク20ぐらいだから、うん、音楽始まる前のこのね、ポーズでこう待ってる状態ので、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ってやってんだよね。すごい、すごい。もうね、すごい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 、そんな疲れてんのと思ったら、もう、もう、きらめく瞳で踊り出したから。総合大変だった、これは。いや、私も総合大変だった、これ。だから、すごかった。その肩うんぬんって言ってたでしょ、あれ。一応その、まあ、鈴宮春日の憂鬱としてのあやちゃんのコラボでありながら、はい、まあ、ももクロもね、カバーしてるっていうことで、そう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 、ちょっとね、すべての衣装がももクロ仕様なんですよ。
それさ、ちょっと聞いてみたいんだけど、この上に着てるやつがってことじゃなくて、中もそうなの？中のインナーも、本当に初期のももクロたちが着てた復刻版として、あのファンクラブであったグッズなんですよ。キャップもそう、キャップもミラー帽子っていうミラーボールに引っ掛けたミラー帽子ってやつで、ここのところに丸いボンボリみたいなのがついてるの。そうなんだ。そう、なんかこうディスコ仕様みたいな感じのやつなの。それは絶対かぶってないとね。そう、ジャージの下のやつは我々が、我々じゃないの、わしに似てる塚地がこっちの方でよくお世話になった日テレのポシュレのももクロコラボのジャージ。あの、私たち番組で紹介した時のやつ。そう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 。あ、買ったの？あ、わしは違うけど、わし似てる人がね全然忘れてたっていうのがおかしいけど、そのポシュレのジャージで、靴下は、うん、あのファッションセンター島村とももクロがコラボした時の靴下入ってる。靴下は入ってないじゃん。そう、全然着れてんじゃん。ちょっともう気持ち的に、ちょっと今日も履いてんだけどさ、うん、それそう、あ、ほんとだ、ももクロって書いてある。そう、このジャージはこの、うん、まだ5人の頃のでね、このアディダスの表記、うんうんうん、メンバーカラーで、うん、ちなみにこの時計もポシュレのコラボグッズ、かなこちゃん用のやつなの、うん、はい、え、T シャツも？歴代の T シャツがプリントされた T シャツなの、うん、めっちゃかわいいね。10周年さっきからその T シャツかわいいなと思って見てたの。 T シャツの数々が50周年でみたいな感じなの。へぇ、このログと書いてんだけど、そう、それでそんなこだわり見せてくれてたんだね、この動画で。ちなみにこれ最初にかけてたこれもね、サバエとももクロのコラボの Z ってここに書いてる。すごい、もう徹底してる。そうそう、グッズの数々で、なおかつあの踊ってたアロハシャツ、ピンクのあったでしょ、あれはモモクロの桃色パンチっていうデビュー曲があるんだけど、まあ、一発目の曲ね、それのメンバーたちが着ていた浴衣というか着物みたいなのがあるんだけど、その生地をわしはその浅草で見つけて、わしのね、わし行ってる人もそうだったらしいんだけど、わしもそうで、見つけてその生地をアロハシャツに作り変えて、その生地に置いて、五重の塔が肩口のところからこう二の腕あたりにあるんだけど、その位置もちゃんと再現して、背中に見える五重の塔も再現して、アロハに作り変えたやつなの。めっちゃこだわってんじゃん。それが7、8年前ぐらいに作ったから、その後5年ぐらい前からは、わしジム通い始めて、そう、だから肩周り、腕周りがちょっと筋肉ついちゃってんのよ。だからアロハシャツがピッチピチで、パツパツだよね。そう、着ちゃうともう肩入っちゃうわけ。で、生地があんまりこう、ストレッチ効かない生地なのね。なのでこうなってるし、回すときもこうアームがぴったりすぎて、こう振るときももうこれ以上上げられないの。ピシッて止まってて、ここに対しての愛とさ、一生懸命踊りたい愛のぶつかり合いだね。すごいね。たまたま今日の朝、うん、あの LINE ニュースをこう見てたら、うん、なんかちょうどね、そのももクロさんのニュースがやってて、うん、初めて脱退後フルメンバー揃って CM をやりますみたいなニュースが出てたのね。でその時に、うん、あのデビュー当時のみたいなの写真が出てたの、うん、その時に着てたやつとこれだと思って、一緒だって思ってスクショしちゃったもん。これだと思ってももクロちゃんの写真スクショして、あと塚地さんにこれでしょって、あ、じゃあ男さんにこれでしょって。こっちじゃないからね、全然言ってないな、大丈夫かな。そう、これだったんだと思って、今日確かにニュースになってたから、いや、なんなら、最近パリパレードを覚えるにあたって、ももクロの方も YouTube とかで見てたの。そうすると、あのね、あやめあかりちゃんもいた頃のみたいなこう映像があって、そうそうそう、それを見てた矢先だから、なんかタイムリーすぎてね、なんかこう、本当にグッと聞けたんですよ。なんか、運命だよ、これもう。うん、運命ってわしが見てるだけだからね。向こうは何も関係ないから。いや、でもやっぱあるじゃん、人生でこうなんかすごいぴったり合うなタイミングみたいな瞬間です。いや、まさにそういうなんか奇跡的な運は感じたけど、いや、それと、もうもちろんこのあやちゃんがこうね、昔踊ってた映像なんかもこう、うん、あちこち落ちて見て、涼宮春日の憂鬱、うん、ちょっと見始めたのよ。うそー、ほんで萌え萌えっぽい感じのイメージがあったから、なんて言うんだろう、ヒーローヒーローしたものが
好きなタイプだから、うん、どうもハマるんだなって当時は思ってたんだけど、そうだね、総合面白株式会社ね。やったー、なんかいただきましたー総合面白株式会社。総合会の話じゃないと思ってたから。そうでしょ、なんか、うん、これ普通の学園アニメじゃないのって感じでしょ。そうそうそう、ほんと見る前までは部活のなんかこう、いろんなことをあのなんかこう練習してステージで見せてみたいなやつなのかなと思ってたの、うん、そしたら全然もうスケールでかいっていうか。そうなんですよ、だからなんかいろんな要素がすごい作品に詰まってて、それこそね、SF ファンの人とかも見てくださったりとか。と思う。何年前にやってたあのアニメ自体は。あれ、14年前も。へえ、でももう、色あせてないよね、うん、そのストーリーの内容とかが。今見ても全然見れるでしょ、普通に面白く。そしたら多分、話数順でしょ？うん、そうそうそう。今、憂鬱編の1から2、3、4、5、6ってやってるじゃん。はいはい。だけどあれ放送当時、放送順と話数順をこうバラバラにするっていう、なんかよくわかんない革命的なことをやって、時系列順でいう10話とかが放送話数の1話になったりとかして、こう続くとかいう話が続かないので、毎週、次何のエピソードが来るんだろうっていう楽しみがあったりとか、すごいなんかね、いろいろチャレンジャーな感じでした。そりゃやっぱそういう意味じゃ革命的だったから、うん、そりゃヒットするわね、うん、でもやってる人たちはみんな、すごいねみたいな超他人事だったんだけど、うん、本当にあの SNS が流行りだした頃だったの。 Twitter とかが日本に来た時だったから、うん、あと YouTube も流行りだした時だったから、もうすごい拡散力で、うん、そこで一気に広まったっていう感じだと思う。例えば Netflix とかで見てるとエンディングとかなんか飛ばしますかみたいな、なんかこうでもう、そうそうそう、もうっていうのを全部止めて、ちゃんとエンディングを見て、うん、ハレハレなんかは振りをもう一度確認したり。そうね、そうね。いい機会をいただいて、なおかつ泉はある日の憂鬱っていう作品にも出会えて、この自粛期間で見れるから、本当喜び大学ですよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、作品まで見てくれてるとは。もう ありがとう。悔しい筋肉痛。もうガニ股でないと寝れないのよ。股関節あの通して飛び跳ねてるもんね。この最初のこれすらさ、こう手だけでやってんじゃないんだもんね。ケツ入れてのこの仮面の。オタクっぽいかもしれないけど、ガラスの仮面の北島麻也が妖精パックを演じた時のね、うん、あの、この人歩いてる瞬間がないみたいな、あの、うん、止まってるか走ってるかのどっちかだみたいな、飛んでるかのどれかしかないみたいな、うん、そういう感じ。そうよね、ずっともう足を飛び跳ねてるからガクガクってなる感じの。でしょ、だから私がさ、ハレハレの時に言ったさ、つま先立ちで踊ってるよって言ったの分かるでしょ。なんか分かった。だからもうベタ足じゃいけないんだなって、うん、なんかこう、私そのそうそうそう、キックボクシングもやってんだけど、キックボクシングは最初のうちベタ足だったんだけど、うん、それがやっぱつま先立ちになるとフットワークって軽くなるから、そういうなんかこう要素があるんだなっていうふうに。すごい共通点が。キックボクシングと一番最初にやった時どっちが辛かったですか？やっぱキックボクシングの方が辛いよね。全然バレバレよ。バレバレ今そう勝ってしまった。だってあれ20テイクも私取れないよ、あれ。いくらショートバージョンだと言っても。なのでいいコラボをさせていただいたというか、はい、ありがとうございます。もうなんかあったら踊れるし、うん、そうだよ、そうだよ、うん、だってさ、もしかしたらさ、ももクロちゃんがこれを見てくれて、かぜさん踊ってるってなったら、ももクロちゃんかけ男みたいなのあるかも。次のコンサートとかで、じゃあスペシャルゲストですって言う、ドーン男っつって、パイパイ踊り出す。いや、マジで、わけわかんないと思う。まず男がわかんないと思うから。その日を夢見て、あのなんかこう、うん、なんとこう財産になった感じですよ。僕も踊らせていただいて、2つちゃんとダンスね、もうショートバージョンだけど、うん、覚えさせてもらったから、うんうん、いやもう本当に感謝です、ありがとうございます、もう男友達のみんなも結構踊ってくださって、うん、
いるみたいで。だ、もうだってさ、男ちゃん可愛いって大絶賛だったじゃん、みんな。いや、あの男友達はね、もう知りたいし優しいから踊ってくれる人も、うん、男さんの番組を見てくれる人ももっともっと増えればいいなと思ってね。そしてあいちゃん、英語のやつを作ってるわけでしょ、バージョン。そう、作ってる。今全部自分が喋ったの英語に直してんの、うん、それすごい。それだから世界に広がるっていうのもね、見てみたいというか。頑張ってるよ。あのね、自分にアフレコしようと思ってて。すごい全く私がそれを考えないで喋ってるから、こんなこと喋るんじゃなかったって日本語結構喋ってて英語にできないよこれみたいな。だからそれに比べるのも楽しみよね。そう、喋るスピードがね、やっぱ日本語遅いから英語が合わないの。へえ、喋れるもんね、だってあやちゃん自体はね。そう、いやもう全然なんか普段から喋ってないから、最近もうへったくそ英語になってますけど、頑張りますよ。ちょっともうやるって言っちゃったからですね。楽しみにしておりますので、うん、ありがとうございます。もう本当にいい機会をくださいました、うん、本当にあのたくさんの人に見ていただいて。私はなんかもうやっぱり男さんも塚地さんもこうファンの鏡だなと思って、なんかすごいね嬉しくなったの。こんなに情熱を持ってやってくれてるんだと思って、だから自分のファンの人たちにもありがとうって思った、うん、そう、だからあやちゃんのファンとかがこうね踊ってるのも楽しいっていうだけのみならず、うん、愛も入ってるからね。いや、そうなんだよねと思って、すごいすごい良かった。だからだから昔みたいにかかるのはやめてねということよ。いや、とんがってたからね、ほんとね切れたナイフだったからね。いやいや、出川さんじゃん。いやいや、もうナイフ自体切れてるみたいな感じになってるから。何かありましたら、ぜひともコラボしていただけたら。ぜひぜひ。こちらから何かあげるかもわかりませんので。ぜひ、頑張るよ。私、あの、炭酸水に顔つけるとかも頑張るよ。それ、ちょっとこれやってるの見たら、総合面白株式会社だけどね。頑張る、頑張る。炭酸飲めないし、私、もう超うえってなるけど、頑張るわ。いや、そうか。ちょっと考えとくね、そしたら。宿明けになった時に、さ、実際、あってなっとコラボもまたできるよ。確かにね。ということで、ございました。もう日本もありがとうございました。ありがとう、本当にありがとう、男さん。はい。というわけで、見てくださった男友達の皆さん、はい、ありがとうございます。オーツーカーレイス、オーツーカーレイズ、バイザイマー。バイザイマー。